ストレッチは科学だ。今日は金子ストレッチ、私のストレッチを皆さんにご紹介したいと思います。どんなことを具体的にやるかっていうのをあまり詳しく知らない人、よく見ててください。例えば肩関節を柔らかくするってなると、普通のストレッチだと肩をギューって伸ばすって思うと思うんですけど、知ってますか皆さん、人間の肩って柔らかくなる角度が決まってます。いらっしゃってください。いわゆる人間の体っていうのは大の字で寝るときに、この肩関節と手、股関節と足、バッテンにしたこの角度、広い方の角度が135度、狭い方が45度、この角度のことをゼロポジションって言うんですね。このゼロポジション上でストレッチしていくと、実はいろんな関節を一気に伸ばすことができるというような角度は実はここしかないんです。こういったことを学べたらいいですよね。ということで、これをストレッチするためにはこのままこういう感じに、まずゼロポジションを通りながらストレッチをしています。このままこのゼロポジションを取りながらストレッチをしているんですね。このままこうこう、これもこの角度上でただブン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 回してるわけじゃなくて、角度上でこのストレッチをしているので、肩関節が早く柔らかくなるわけですね。次は首、首もこの首を柔らかくするためには首の湾曲を作るようにしてストレッチをすると簡単に柔らかくなります。で、股関節ですね、股関節もあの角度に応じてやっていきます。この角度にストレッチをすると体が柔らかく、だからまっすぐギュッと足を伸ばすよりも、実はあの角度上に伸ばしていくと足は柔らかくなりやすいんですね。このまま足をねじるようにしてストレッチしていくと結構簡単にやるんです。なので皆さんにお伝えしたいのは、ストレッチは関節の角度が重要だということなんですね。角度上に伸ばすことによって柔らかくなる、この角度が全部決まっているのが金子ストレッチなわけですね。ということなんです。ですので寝ているだけで体がどん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 柔らかくということが金子ストレッチの特徴でございました。